はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。西宮のさなえ様、お手紙いただきました。与太郎様、小川様、みゆき様、横田様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、まさゆき様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、鈴代様、大成 P 様、焼きとうもろこし様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。何度も皆様ありがとうございます。河野太郎自民党神奈川県連大会で挨拶、裏金議員に国民が納得できるようなけじめをおーなんて、言っちゃかっこいいこと言っちゃったみたいですよ。世論、今日のお前が言うのはここですか。中国の犬が何言ってんの。スカシッペ大将が何か言ってる。中共の犬もけじめをつけないと。日本大使と中国共産党の関係や大林美香の件も国民が納得できる形のけじめをお願いします。まずお前がいなくなるよ。河野太郎はスパイなの。ネット実績見ればすぐわかるよ。河野は他人を糾弾するより先にですね、国籍不明の大林美香の正体を説明する方が詐欺ですよね。国会で大林美香のこと聞かれてですね、所管外を8回連発して逃げまくったらしいですしね。こんなやつにですねけじめをなんて言われた他の議員もですね、お前に言われたくないって思うと思うぞ。かくしてですね、自民党内の人望も人気も低下。まあこれ全部自業自得ですからね。しかしね、この人右からも左からも嫌われてる稀有な存在なんですよ。この人、一体誰が好きなんだ。中国共産党関係者が、それしか好きじゃねえのか。あと五毛ですね。五毛にかばってもらえますね、この人ね。あと大手メディアは同じ中共の犬仲間ということでかばってくれますよね。河野太郎が自衛隊施設の再エネ電力使用をご利用ししたことについて、国民民主党新葉和也幹事長、再エネ率 100% の基地や駐屯地が結構ある。再エネ事業者の一部は外国の会社が入り、華僑が大株主と実態も判明している。まさに国家安全保障、エネルギー安全保障に直結する問題だ。しっかりとこれこそ真相究明しなければならない。これは玉木代表がですね、これじゃ自衛隊の動きが外国の業者に筒抜けになっちゃうじゃーんって言ったことを受けての発言だと思います。国籍不明の大林美香が中国国営企業ロゴ入り資料を河野太郎の有識者会議に提出したことについて、なぜ河野さんが自然エネ財団をたびたび徴用するのか、大林美香さんを使われるのか、ご自身の発想なのか政府のアイデアなのか明らかにする必要がある、などと猛批判。世論です。河野はシナのスパイ、河野太郎やばいな、親父ともどもなあんなのこいつら、スパイファミリー、スパイファミリーで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 ーねーって感じでしょうか。河野みたいなスパイ議員がスパイ防止法に反対してんだろうな。どうもうさんくさいと思ってたが正解みたいだ。うさんくさいも何も日本端子だろ。中国の手先デマ太郎、なぜこんな売国どもが今も大臣の椅子に座ってるかさっぱりわからん。再エネ関係者は河野と言わず一遍全部調べた方がいいよ。河野太郎を追及しているのが国民民主党だけなのはなぜなのか。にちゃんの意見もですね、河野太郎は中共のスパイ一色でした。こんなにも同志が多いのは心強いであります。裁判始まったらですね、裁判官にいっぺん河野太郎すで見てきなよって言いたい。いっぺん2ちゃんで河野太郎って検索してみなよって言いたい。立憲も共産もマスコミも河野と同じく中共の犬仲間なんで追及しないんですよ。中国製太陽光パネルを買うためにですね、我々年間1万6000円以上の再エネ賦課金取られてる大問題なのに、テレビの扱い小さすぎですよ。国民民主のというか新葉幹事長は中共との関わりが少ないんでしょうね。あと自衛隊の活動が再エネ業者に筒抜けになる安保上の重大問題じゃーんって糾弾した玉木代表も中共との関わりは薄そうですね。まあ国民民主自体は全く信用できないんですけどね。杉田美優さん、公安の協力を得て極左活動家を有識者会議から締め出せ。杉田さんのストーカー共同通信、住所氏名不明
国籍不明の大林美香の悪口はそこまでだ、慎重派を極左と呼ぶな、ギャオーン、国家権力による言論統制とかも言ってましたけど、そんな大行なもんすかね。世論です。杉田さんが普通だわ。公安に情報があるような極左を入れたらあかんやろう。極左は日本からも締め出せ、国会内での発言だから責任は問われないだろう。言論統制というか活動家はあかんやろ。正論だわ。左翼は議論の邪魔ばかり。大林美香は河野の手引きで余裕で出入りしてたけどな。女性議員が少なすぎる。もっと活躍の場を与えないと。という人に、杉田水脈さんに頑張ってほしいって言ったら、その人はダメだと言われたっていうですね。女性議員って言えたら、左翼、パヨってんだろうね。共同通信としてはですね、国籍不明の大林美香のような活動家がですよ、有識者会議から締め出されると、困るんでしょうね。だからね、国家権力による言論統制、公安を使うことについて、意味不明なことをやめてるんですけど、有識者会議から極左活動家を締め出せ、これが言論統制だったらですね、バランス取るためにですね、分かった、極左活動家も入れっけど、極右活動家も入れっかなっつって、参加させろよ。それだったら公平だよ。でないとですね、左入れないのは言論統制、左を追い出すのは言論統制だが、右が参加してない状態は正常だなんておかしいがんな。公安調査庁はですね、実は潜伏中で目立ってない活動家のことはそんなに情報を持ってないですバラしちゃいますけど、でもパヨでもパヨ外線に参加するぐらい目立たないとなかなか目行き届かないですね。公安目つけるっつったって、目つけるきっかけないとね。公安がすでに情報を持ってるような目立つ活動家はすでに有識者会議には入れないんじゃないかな。公安が知ってるような連中は当然我々も知ってる活動家ですよ。ネットで批判もできますね。例えば総係の高田健とか、八王子の活動家の岸山直子とか、ああいうのは我々も知ってんだ。公安が知ってるような目立つ活動家。凶悪なのは大林美香のように普段は捨てぶちもらっておとなしくしてるようなスパイたち、潜伏してる。普段ネットでもどこでもうんともすわんすんとも言わねえの。大林の自然エネ財団のスポンサーはソフトバンク北朝鮮中国国営電力会社中国共産党、ロシアエネルギー会社、ロシア政府、韓国電力公社、韓国政府、外国政府や大企業がバックだと何人でもね、養えていいっすね。普段は役立たずを変えていいですね。活動しやすいな。工作、杉田水脈さんにつきまとってるストーカーの共同通信、売り上げを失うピンチ、 TBS 系列の地方局、金欠でもう共同からニュース買うのやめます。キー局はともかく地方局はですね、共同から記事買うための年間数億円の負担に耐えられなくなったみたいであります。TBS じゃなくて、他局もなだれを打って共同通信離れして、崩壊の可能性ありますね。世論です。そんなに変わらん予想、予感。どうせ大事なニュースは報道せず、どうでもいいのしか放送せんから大した変わんなんだよ。東京に雪が降りましたとかのニュースは地方民には関係ないもんな。共同通信とは手を切った方がいろいろといいんだろう。どうせ見られてないんだから何でもいいよ。海外情報知りたいんだったら共同じゃなく BBC や CNN を見ればいい。地方局はローカル情報特化がいいんじゃないか。誰それ産地でヤギが生まれましたとかそんなのはいいんじゃないの。他社からの記事を買って報道機関名名乗られても、共同通信なんてネットで読めるもの何億も払ってたのがバカ。自社で取材する能力がないから配信記事買ってんだろうに、それすらできないならそろそろ地方局は店じまいの頃合いじゃないのか。民放がふざけた放送したらスポンサー突、NHK がふざけた放送したからテレビ廃棄で契約しないって対抗手段があったが、共同通信と時事通信には効果的な対抗手段がなかったですね。こういう形で共同と時事が弱るのは誠にめでたい。TBS 系列じゃなくて他の民放も続け、他の民放の地方局全部共同から記事かのやめろ、したらね何百億か収入減って弱るんだからさ。ウイローなんていうバカ社員養ってる、余裕なくなるように他の民放も続けって話。4月28日投票日の衆院補選、東京15区かっこ江東区に都和から立候補予定の乙武さん、思想が共産党でした
夫婦別姓賛成、同性婚賛成、移民難民受け入れ推進、自衛隊憲法明記反対などなど、世論です。難民ファーストの会、わかりやすく左向いてるね。まあ正直なのは良いこと。早めに正体見破れてよかったじゃん。移民増えたら犯罪も増えるんだよ。ってことはやっぱり移民受け入れはダメってことか。こいつよりクズなやつ俺は知らない。女癖悪いみたいですね。おつたけさん、難民じゃなくて偽装難民な。観光ビザで入国して難民申請する連中は難民なんかじゃない。お笑い枠は言いたい放題。2022年度の参院選東京選挙区での政策アンケートでこう答えてみたいであります。同性婚賛成、別姓賛成みたいなね。それに私も立候補しててですね、新大久保駅で外国人生活も反対の街宣やってたんですよ。その時に乙高さんと鉢合わせしまして、挨拶して別れましたが、その時はそういう思想の持ち主とは思ってなかったな、分かんなかったな。東京以外の方は関係ないんで、誤解してる方いらっしゃると思いますけれども、とはってですね、受けそうなこと全部言うっていう信念なき政党です。こういうのポピュリズムって言うんですけれども、言うなれば都派は修具政党、修具政治政党、実現の可能性ゼロの公約も恥じることなく掲げます。小池都知事のですね、公約達成率は 0% だもんね。江東区の有権者の皆様、よーく考えて投票してください。乙武は中身共産党員です。その他のニュース、大阪府が高校授業料肩代わり、だったら設備と教師の質がいい私立行くわ。公立高校70校が定員割れ。大阪の教育カードは無償化ショックの波紋が広がっているなんて記事にありましたけれども、これ事前に予想できなかった維新と教育委員会が無能ってだけでは。学費の妥当性を審査もせずに何でもかんでも肩代わりするんだったら、私立のね、便乗値上げも予想されますね。どうせ負が払うんだから高くてもいいだろう、倍にしちゃおう。公立だけ無償ってやるとですね、ただなんだから文句言うなって公立校の質の低下も予想されますよね。維新もなぁ、都派と同じ修具政党だしなぁ。関口博80歳、36年間続けた三毛に交番。最後の挨拶は、私は今日で消えます、ありがとうございます。なんか恨みがましいんですけど、ギャラ払えないから降りてくんないって局から言われたんでしょうかね。関口だけじゃなく三毛に自体も終わってくれって意見が多くありました。これで昭和パヨが一人引退、昭和自民の二階も引退だし、次は俵総一郎とか池上彰が引退ですかね。早めにこういう連中引退してもらいたいですよね。川口市の公園に水道の蛇口を盗むな、四カ国語表記の警告板が立つ。日本人にはですね、水道の蛇口盗もうって発想ないから、まあ不良外国人が盗んで売り飛ばしてんですよね。出なければ4カ国語表記で警告するわけでも、善良な日本人には非常に迷惑な川口の不良外国人どもで、あります。というわけでチャンネル登録と、あ、ステマじゃねえな、こんなはっきり言ってたんだよね。メール党員様になってください、よろしくお願いします。デトックスジャパン。